はい、こんにちは、みほです。今日はなんかこんなん重要あるかわからなくて、アフィリエイトしとる作業の様子を喋りながらお届けしたいな。こんなんしかネタがないんですよね。しかもご飯、夜ご飯食べたままでちょっと台所汚いんですけど。今日はね、新しい広告が出てて気になるのがあったんで、ちょっと記事書きたいなっていうふうに思いました。実際に今私って自分で記事書くこともあるけど、外注さんに書いてもらってる記事をアップするっていうのをほとんどやってますね。キーワードは自分で考えて、タイトルとかね、その辺はねするんですけど、ちょっとネタになりそうな部分の記事は外注さんのを入れて、メインの集客、それから制約、集客というか制約かになるところは自分で書いてます。で、このね、画面を見せれないのはやっぱりパスワードとかね、ピッて出たりとか、あとは広告主さんがひょっとしてアフィリエイトをやってるのを、公にしたくないとかね、いろいろあると思うんで、実際ね、やってる作業、これ重要なかったらもう1回でやめるし、そもそもアップされないかもしれない。で、今ランサーズにログインして、作業してもらってたのを承認します。で、クラウドワークスとかランサーズとかシュフティとか、いろいろあると思うんですけれども、私はずっとランサーズを使ってますね。ランサーズが一番簡単っていうか、慣れやと思うんですけど、今回はペット関係ですね、犬関係の商品で、それに関する記事を5記事依頼して、昨日依頼したんですけれども、去年も5記事だけでいいやっていうやつ全部納品されたので、それをダウンロードします。ほんでブログにちゃっちゃと貼り付けていくっていう作業になります。で、最近はペラサイトを、やってはいるんですけども、ちょっと実験的に育ててるブログがあるので、ちょっとそちらもメインにやっていきたいなというところでね、今日はワードプレスの作業をやっていきます。ランサーズのいいところは、とにかく安いということですね。ただ最初から外注使うって私はあんまり推奨しないんですよ。なんでかっていうと、そのできてきた記事を結局自分で直さないといけないので、正解とする記事、正しい記事っていう言い方をするとまた語弊があるんですけど、記事の修正が自分でできるようなスキルがないうちに人に頼んだって、それはお金の無駄ちゃうかなっていうのがあります。なので、記事を依頼するっていうことは自分でも当然書けるっていう状態ですね。そうなってないと、切った記事そのまま貼り付けて稼げるっていう、そういうぐらいで簡単なものではないっていうことですね。やっぱりこれ、なんか喋りながらっていうのは画面見えないとね、視聴者さん退屈ですもんね。ないかもしれんな。なんかあんまりね、質問がね、いつも私のブログって来ないから難しいなとは思うんですけど、これから記事の中身をチェックして修正を加えていきます。まずランサーズで何をチェックするかっていうと、指示通りのテーマになってて、私はね、キーワードを指定するというより、ランサーズで書いてくる人って別にアフィリエイターじゃないじゃないですか。その人に対してアフィリエイト向けの記事を書けるように誘導する指示内容にしてます。こういう風に書いてください、書いてくださいって言って、向こうがいろいろ考えなくても勝手にキーワードを含んだ文章ができてるっていう形を目指してますね。そうしないとやたらめったら難しい指示内容で書いたら、募集って激安の値段じゃ集まってこないので、そこが依頼の仕方の肝っていうコツでもあるかなと思うんですけど、
基本的に思うのは、思うような記事が上がってこないっていうのは依頼する側の依頼の仕方が悪いっていうことですね。でも私も最初はいやなんでこんなん来るんやろうって思ったけど、指定の仕方次第で全然激安でも来ます。だいたいね800文字ぐらいで私は200円以下ですね。まあ単価によって、単価によってっていうかジャンルによって単価は変えてるんですけども、まあめっちゃ誰でも書けるようなことであれば、まあ600文字から800文字ぐらい150円とか、まあそれ以下で依頼することもありますね。まあ今日はそうね、画面見せれないから何とも言えないですもんね。ちょっとそれきついかな。はい、まあ、ランサーズの使い方になっちゃったランサーズの使い方になっちゃったか。なんかいいことないかな、まあ、ちょっとよくわかんない。去年初回やからちょっとまたね、ちゃんともしこれで質問があればそれに向けて動画を作っていこうと思うんですけど、ちょっと今日のところはネタ切れやっぱ今のところ喋らずにね続けるかもしれないです。喋らずに続けよう。いやなんか最近スマホで作業することが、あの YouTube ねとかが多かったから、ほんまキーボード打つの下手になったなと思ってそんな話いらんちゃう。真面目にアフィリエイト作業やってるところって見ることないですもんね、あんまり。私もあの昔なんかあのスタバとかで作業してたらかっこいいかなと思って、なんか行ったことあるけど周りが気になって全然できなかったっていうオチがあったり、あの人なんかアフィリエイターかなとか言っての覗くというかね、なんかチラッと画面見えたりしたらなんかすごいデイトレやってる風な人やったりとか、とんだ勘違いとかあったんですけど。で、記事を変えたら、今ね記事の修正が終わったんですけれども、私は絶対にイラストとか写真を入れてますね。写真はね写真 AC とか、あと海外のアンスプラッシュっていうのかな、そのサイトで探すことが多いですね。著作権フリーで商用利用も可能っていうサイト。画像のサイズはだいたい640の横のピクセルに縮小していって使っています。で、あの縮小するのは縮小専用っていうアプリじゃないソフトを使ってますね。これ何枚でも一発で変換できるんですごい便利で使ってます。まあ、写真で気をつけることってそんなに、まあ、特別なことはないんですけど、一応ワードプレスに入れるときに代替テキストっていうところには写真の内容っていうか、まあキーワードですね、を入れるようにしています。だいたい1記事が1500、そんなに私今長く書いてないんですよね。キーワードを区切ってそれに対するのをブチって書くだけなので、だいたい3枚写真を使ってます。で、書けたらまあプレビューして OK やったらもうすぐ公開ってする形で、まあ、あのまとめて書く人はあの予約投稿とかにしておいたらいいんかなって思うんですけど、私はそのままズバリこうすぐに公開するっていうのをいつもしてますね。はい、はい、これで1記事できました。どんぐらい今、15分40秒ぐらい、まあ、自分で書いてでないのでほとんど、まあ10分か15分ぐらいですね。今ランサーズログインして、ランサーズのまあ支払いもしてダウンロードするところも入ってるので、
大体まあ1記事10分ぐらいな感じで、あとまあ広告を貼り付ける作業を今やらずに文字だけ修正したんですけれども、昨日その広告に関する記事は1記事書いてるんで、そこからコピーして、コピーというか記事を複製してるので、新しくねその広告をねログインして ASP から持ってくるっていう作業をしてないので、まあすごい時短ですね。記事を複製するっていうのはワードプレスのプラグインであります。なんていうプラグインかな、まあ記事複製プラグインとかって検索したらいっぱい出てくるんで、好きなやつ使ったらいいと思うんですけど、そんな感じですね。はい、できました。まあアフィリエイトのことをね、なんか私の経験がやっぱり一番今人に伝えられることやから言いたいとは思うんですけど、はて何を言ったらいいのかなっていうのがあって難しいなって思います。まあ質問とかね、こんな動画見たいっていうのがあったらね、画面をねバッチリ見せるっていうのはねやっぱ難しいんですよね。その録画するソフトとかもうややこしいし、ちょっとそれはしんどいから、喋りメインで喋りメインで行きたいなって思うけど、そんなあれかな、ありですかね、わかんない。はい、よかったらチャンネル登録もと、あとそうリクエストみたいな質問お待ちしてます。はい、バイバイ。